ポンティニー修道院のファサード、ポーチが付属している。ポンティニー修道院は、フランス、ブルゴーニュ地域圏4の県のポンティニーに現存する旧、市東会修道院。市東会最初の4シーンの一つであり、その境界道は現存する市東会建築としては、最大級の規模を持ち、また、現存最古の市東会修道院として知られる、フォントネーの市東会修道院と、 ほぼ同時期に建設された箇所も残っている。19世紀に始まる首都会建築の再発見では、ポンティニー修道院はかなり早い段階から研究が行われた。フランスの歴史的記念建造物にも指定されている。モレームのロベールが1098年に創設した首都、修道院は、その三代目、院長ステファン・ハーディングの時代、1114年に、 本校のポンティニー修道院を設立した。首都修道院が最初期に設けた四つのシーンの一つという扱いであり、本校の修道院はその二番目に当たる。設立のために派遣されたのは、クレルボーのベルナルドスの友人、マコンの遊具を筆頭十二人の修道士たちであった。最初の建築はすぐに手狭になったため、これも、ベルナルドスの友人であったシャンパーニューハクティボー二世の 援助の元1130年代から13世紀初頭までの工事により石像の教会堂が建設された。21世紀にも現存している教会堂はむねこの時期に平面が確定した。設立以降、中世末期まで日本ンキ修道院は43のシーンを持つまでになった。設立間もなく、この地方で初めて栽培を手掛けたシャルドネシュによるワインの製造は、 現代でも、シャブリとして知られている。12から13世紀にかけて発展し、1164年以降、イギリスを追放された、高位聖職者たちがこの修道院に身を寄せる事例が、複数あり、ポンティニーとイギリスの関係は深くなった。後に劣勢される、カンタベリー大司教、トマス・ベケットも、その一人であった。もとは自給自足。 労働と祈りの生活を胸とした首都会であったが、徐々に小作人を使うようになったりと、世俗的な側面を持ち始めたが、この流れの中で、ポンティニー修道院も12から13世紀にかけては、鉱山の開発を行い、修道院内にあった製鉄所は14世紀まで稼働していた。その後は14世紀の100年戦争、16世紀の宗教戦争に巻き込まれ、 そして18世紀末フランス革命で廃止されるという運命をたどった。宗教戦争における1568年のユグノーによるポンティニー修道院襲撃は間違いなくしゃぶり目当てであったろうと考えられている。いずれにせよ、教会堂のみは破壊を免れ、1840年にはフランスの歴史的記念建造物に認定され、 1954年からはミッションでフランスが本拠地に使用している。またエル・アダプトの障害者のための職業訓練施設としても一部を使用している。新郎北川のフライングバットレス。ポンティニー修道院の工人外観。ポンティニー修道院の境界道平面図。上の方に周波楼とそれを取り巻く放射状採出が確認できる。最初期に建てられた。 教会道を第一世代、その後の石像教会道を第二世代とし、現存するポンティニーは第三世代にあたる。第二世代の建設年代については議論があり、1130年代終わり頃から1150年頃にかけて建造されたという説と1140年頃から始まり1170年頃のファサード完成までとする説がある。 完成が1170年代とすれば、戦術の歴史説に示したようなトマス・ベケットら、亡命組により、い,いずれにしても、この第二世代の後人は、核型の小さなものであったことは1942年に行われた、M.O. ベールが監督した発掘調査によって明らかになっている。この後人だけは1185から1210年頃にかけて、 中ホロ炉と複数の放射状採出を持つ大掛かりなものに再建された。この工人改造後の姿が現在も残る第三世代である。第二世代から残る新郎は7つの米を持ち、南北には速炉を1つずつ備えている。新郎と側廊を隔てるダイアー,アーケードはそれぞれ複合柱で支えられ、その上部にはただ高窓のみがあり、トリビューンなどの装飾性のある造形はない。 交差部手前には聖火体積があり、入り口から交差部の複合柱まではない方でおよそ60メートルで、各部への間隔は一定していない。交差部の浴炉は南北およそ45メートルで、その先と東端に複数の詳細室が付属している。天井には浴炉と側炉に交差ボールトが、交差部と新炉は交差リブボールトがかけられている。交差リブボールトは、 当時、イルド・フランスで、ゴシック様式として使われ始めたものであり、ポンティニーのあるブルゴーニュでは最初期の例で、また、サズのように新郎の北側と、渦の後人とに見られる、フライングバットレスの使用例も、フランスではかなり早い部類である。第三世代で改装された後人には、周波楼が設置され、その周囲に11もの放射状採室を備えている。一つの祭壇で挙げられるミサは、 一日一回という決まりがあったが、この決めを遵守すると修道士は数日に一回しか個人でミサを行いなかったのでこれを解消するため、欲労や修保労に複数の歳出が設けられたという。ありがとうございます。